ラバー、皆さんこんにちは、マキオのアレンです。アレンはこちら の, あのバラミロードというあのロードに位置しているワッコさんという日本人の経営しているお土産屋さんに今回やってきました。ぜひ早速中の方に入って店舗の撮影をしていきたいと思います。じゃあこちらへお願いします。失礼します。こちらがワッコさんの店内の様子となっております。こちらの英語で書かれているですが、こちらの説明はですね、このダッコという日本人方が経営しているお土産屋さんなんですけど、ダッコっていうのは、日本語で言うあのダッコ、抱きしめるっていう意味で、このダッコのダッコさんでは抱きしめたくなるような商品がたくさん並んでるっていう意味を込めて、ダッコさんという名前にしたそうです。で、続いてこの線、あの入り口入った左側、こちらの写真ご覧ください。こちらの写真見てわかると思うんですが、この商品どの商品がどこで作られて、どういった方が作ったのかっていうのがこの一目でわかるようになっています。じゃあこのダッコの経営者 の, あの和田さんっていう女性の方なんですけど、和田さんは実は、結構昔ミャンマーでお土産屋さんを見た時にいろんな商品がたくさん確かに置いてあったそうなんですけど、どの商品がどこから来たのかとか、どういった素材がで作られたのかっていうのがなかなか分かりづらかったっていうことで、すごくそういったものを見てすごく分かるようなものを自分でやってみたかったっていうことから、そういった気持ちから、まあ、このようなあの全てあの8人衆からのものだったり3衆といろんな衆のものだったりとか、それをいろんな老館の方がの協力を得てこういった素敵な商品がたくさん並んでいます。はい、皆さんこちらをご覧ください。ダッコはすごく日本人の女性に人気なあのお土産さんとなっているんですが、こちらの方に男性用のロンジーもたくさん入ってて、なかなかローカルでは見ない方 の, あの柄もたくさん置いているので、皆さんよければ男性の方もぜひダッコおすすめとなっております。こちらはお土産さんではなかなか見ないと思うんですけど、実はロンジーで作られたあとネクタイとなっておりまして、ここもロンジーと似たような柄であのネクタイたくさんいろんな種類数十種類置いてますので、よかったら男性の方もダッコに来てみてください。はい、じゃあこちら進みます。はい、こちら見ていただいたんですけど、こちらあの新潟の NGO の方の協力を得てこういった形で、ダッコの商品だけではなくこういった商品もあの協力のもとこういうふうにいろんなものも置いてます。はい、でこちらがまたすごくあのアレン的にすごくびっくりしたのが、こうやって貝殻でできたスプーンだったりとか箸置きっていうバタースプーンっていう感じで、すごく日本では見ないタイプの珍しいこの凝ったものもダッコさんに置いているので、ぜひよかったら皆さん見てみてください。はい、でこちらご覧ください。あのミャンマーのお土産さんってなかなかこういった感じで試食する場所が多くはないんですが、ダッコさんでこう試食するサンプルを設けることで、食べてからでも購入するって感じで、まさに日本にいるような、日本であのお土産を買っているかのような形で、こういうふうにいろいろな工夫が施されています。はい、